夢日記。毎朝食べてた会社の寮、社宅かな、寮、社宅からけど、に入ることになり、建物の裏、畑みたいのとこ、場所みたいなとこあって、その建物の裏の中、庭、草ぼぼだけどね、原っぽみたいな、そこなんですね、寝るとこが。そこに布団がポンって置いて、ベッドを置いてやって、一応防犯上ね、カメラはついてて、防犯カメラ、屋根がないんだよね。それ、雨降ったらどうすんだろうね。まあ、キャンプみたいだけどさ、虫が絶対来るよね。そこで寝ることになったのか。一応それじゃあかんってことで、部屋借りれたのかな、ちゃんとしたね、そこのにも、なんか記憶があるから入ったんだ。一応ちゃんとした部屋には入れたか、結果的にはその後すぐに。そこはかなり強烈だったかな、なんかイメージが。いっぱい夢見たけど、どうだろう、そんなに印象がないな。そこはちょっとリアルから離れてる感じするよね。なんかあんまり普通じゃないもんね、リアリティが。ファンタジーな。若干ね、若干ちょっとええって思っちゃうけど。あと、謎な夢もあって、なんかそれはファンタジーっぽいね。なんか九州地方の、なんだろうね、これは。北、南から北に、どん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 。なんだったの、あの夢は。よくわかんなかったな。なんか仕事っぽいんだよね、それも。教え進めて出てたんだよ。何だろう、何の仕事だったんだろう、あれは。ポスティングなのか、なんかちょっとよく分かんなかったな。ポスティングなのかな、それは。何なんだろう。
く夢見てるけど、そう、印象が薄いな。そっか、病院に行って、鼻の病液か。結構珍しい病気で、治療方法はなんかツボみたいなとこを押さえるんだよね、鼻のなんか、って感じか。そうそう、そんなもんかな。インパクトが薄いな。連日その原っぱみたいなところの場所を夢見るよね。なんかそういうところね、夢を見てるな。なんだろうね、共通してるのは。そうそう、前の働いてた会社っぽいのとかは結構頻繁に出てくるね。共通してるのは。まあ、あといいか。そんなにインパクト薄いからな。今日はこんな感じか。